おはようございます。ふう、朝から撮ってみました。はい、誰だろう。ルセムさんいらっしゃい。おはようございます。おはようございます。ニコメさんいらっしゃい。はい、皆さんおはようございます。中島さんおはようございます。おはよう。はい、児童さんも、あれ本当のおはようだ。児童さんも朝枠取ってもおはようなんだな。いやー、どれぐらい依頼が来るか、まあ試してみたいと思います。うるさいな。そっか、ちょっと足首いて。これって何だろう。朝から飛ばしてると聞いて。いや、まだやってないです。チラさんいらっしゃい。パンダの鍋敷さんいらっしゃい。なんかいっぱい来るな。あまりメンツが変わってない予感。わこ、おはようございます。はい、キューコミさんいらっしゃい。はい、あら、コメビュー出てるよね。オッケーオッケーオッケー。ふー、そう、今日はちょっと早めに6時台から撮ろうと思ったんだけど、ちょっと遅れた。そんなわけで朝から撮っていきますよ。解決していきますよ。依頼が来ればの話だけど。ランクインはもういい。とりあえず、そうですね、まあ初めて来てる人はいないような、さすがにな。ファンさんいらっしゃい。そうだな、俺だとどうなるの。今年あれだろうね、キーさんの依頼の鼻歌でゲームを、この曲のシューティングゲームを教えてくださいじゃない。あれが一番熱かったんじゃねえか。あれは、そうで、今年、何年かやってる中で今年初めてでしょ、あの、鼻歌とか、BGM 鼻歌。昔から言ってはいるんだけど、やっぱやってくれる人がいなかったよね。そこまでやってくれる人が。スカイプで、ね、鼻歌で歌ってくれみたいな。それ分かったの？分かりました。しかもその鼻歌がびっくりするぐらいの精度で、正確で、完璧じゃんっていう。そのゲームのこと知ってる人だったら100人中100人わかるみたいな、それぐらいの精度だった。もちろん動画にして YouTube にアップされてるんで。あれか、あれはすごかった。それはすごい。ただ今まででは鼻歌じゃないにしても文字で曲を表現して当たった人もいますけど。すごいな。後で見に行こう。うん、どれなのかを、じゃあ今ちょっと調べてあげようか。あー、やっちゃった。危ない。もううるさい。ゲーム探し枠ねえな。ゲーあった。今までで一番歴代熱かったのは拾ったババアだな。そうそう、どこの、あれ、どこのゲームだっけ。横集、あれも横集だよね。キーさん、これだ。あー、うるさい。ちょっと危ない。はい、これちょっとこれ長いけど、とかなんとか言ってたな。あー、ダブルリングね。プレミアよ。これはゲーセンの台頭のゲームで、デッドコネクションという、まあ、ギャング映画みたいなやつ、ね、ちっちゃいけど、もともとちっちまちましたゲームだからしょうがないけど、かなり芸が細かいゲームだ。カーテンとか打ち続けるとどんどんボロボロになっていったりとかして、あと演出が結構細かい。なんとなくあれだね、エレベーターアクションリターンズとか、なんとなく似てる雰囲気が、まあ、作ってる人が一緒なのかなっていう。アイテムの枠の付き方とか、こう面白かったんだよな。そうね、なんかあの無敵の回避技があるから、緊急回避技があるからなんとかなると思う。ゲーセンのゲームは基本的にぬるくないよね。あんまり長くプレイされたら困るし。あと音量がちっちゃい、これ。あ、もうちょっとだけ大きくなった。
とりあえずはそうだな、なんかまあ依頼が来るまではゲーム雑談だな。よし、なんかあるかな、今までしてねえ話。初見、ピュート。はい、ピュートさんありがとうございます。いやついてるけど大丈夫だよね。大丈夫だよね。ヒューコメさんもいやがついてるけど。あ、喉が痛い。なんかあったかな。そうね、おはよう、おはようございます。うん、ふうかさんおはようございます。皆さんおはようございます。ジャンプバグ、ジャンプバグ何年のゲームだっけ。81年か。ならこてつけよう、開きこまえ、開きこまえな、っていいのかな。はい、おはようございます。ご提案ありがとうございます。意外となんか声の印象から若く見られがちっていうか若く聞かれがちなんですけど、そんなに若くはないです。マーク3のマシンガンジョー、マシンガンジョー、ナックルジョーなら知ってるけど、マシ、コミカルマシンガンジョー。おー、いやー、あれはカベール、うカベール、どっちかっつって。これは結構自由に動き回れるからね。前半だと思ってましたよ。デスクリプション並みにマップ移動がないな、ね。マップ移動は1画面固定だからね。デスクリはもっと移動してるでしょ。斜めったり。あいつが斜めになる意味がわかんないよね。膝おかしいのかなっていう。へぇー。知ってるこれ。また出来良さそうだなこれ。あのちっちゃくなって退場する人はどうすればいいの。これはどっちかとカベールとかに近いよね、ナムとか。でもまあ照準がないから。面白いんだよ。いや、どう見てもいいゲームだもんこれ。なんで透明になったの。これゲーセン版ある。日本では出荷されてないこれ系のゲームが確かこんなんだった気がする。なんか変なん来たぞ。気持ち悪い。はい、キーさんおはよう。さっきまでキーさんの鼻歌の話をしてた。あ、撃つな、撃つな、撃つな。あ、敵なのかあれ。なんか女子高生みたいなのかと思った。ポッカポッカ。このちっちゃくなってるやつ。ゲーム探してますよ。コテハンさえつけていただければみんなで探します。あーけどある。あー、だから見たことある気すね。てか銃の連打聞きすぎだよね、これ。30個目さんやりますか、じゃあ。一応パソコンのゲームはちょっときついです。言っとくと。パソコンとか、あとじゃんけんマンみたいな。子供が遊ぶなんかコインゲームみたいな。ちっけえな、これ。これ、あれなのかな、薬師丸ひろ子なのかな。違うか。なんなんだろう、この敵。ちっけえ、あ、じゃあ日本なの、これ。まあ、この枠の説明しとくと、とりあえずこれ。ああ、はいはいはい。オッケー。枠をまたぐとコテハンって変わっちゃうんですよね。つけないままだとさ。何個目目にコメントした人みたいなのが。なっちゃう。女子高生とマシンガンな可能性が。ね。ピュータさん。じゃあ行こうか。この雲みたいなやつは何なの？真ん中うろうろしてるやつ。今日なんかあれだな。あ、大丈夫か。ゲーセン版。じゃあちょっとおさわるさんがよくやってるやつにしよう。最短ルートって。あ、どこ、どこ、どここれ。はい。じゃあピュータさん、機種、ジャンル。
シューティングだったら縦シュー、横シュー、3D シュー。レースゲームなら、まあ、3D 視点、後方視点、上から目線、とかそういうのを教えてください。あとなんだろう。それがわからなければ、そのゲームに印象が近いゲームとか、似たジャンルのゲームっていうのを教えてくれれば、なんとかします。あといつやったか。まあ、いつやったか、何歳の時にやったかだな。どうするか、プレイ年齢っていうことにする？おう。懐かしい、2名のボス倒せなかった。オスフルさんがやってんの見るとめっちゃ簡単そうに見えない、オスファミロ。あ、はい。クレイジーチェイスですね。キッドクラウンのクレイジーチェイスかな？爆弾を蹴りに行く、そういう内容ではなかったけど。キッドクラウンのクレイジーチェイス、じゃあ見てみよう。違うかもしんねえからな。あー、もうこの人の HD の意味分かってない。HD の意味分かってない動画とかやめてくれ。あー、ちょっと待って。え？おいおい、マジか。あったかな？あー、ダメっぽいなー。じゃあ順番待ちする今日21歳。おーい。音でわかる。音でわかる？マジか。なんか出てるね、これ。まあ、スーファミでピエロって言ったらもうこれぐらいしかない。音で判断、わらわら。音大事よね。なんか戦闘、結局曲で分かったってことが意外と多い。じゃあ今日で21歳。本当に今日でなのかな。これだよね。これでいいんだよね。どっちなんだろうな。これ続編もなかったっけ。まあ、いっか。ありがとう。うん、はい、よかった、これでした。続編があった気すけどわかんねえな。あった、2、多分これだよね。ちょ、2どん違うんだっけな。一応ね、プレステで続編が、でポリゴン版が出てるけど、なんかやっぱちょっと違ったよね。そういうんじゃねえよっていう感じではあった。おめでとうございます。はい。888。ありがとうございます。おめでとうございます。キッドクラウンのクレイジーチェイス。じゃあ俺入れとくか。スーファミ。主人公ちょっとこれだ。このゲームはね、このゲーム探し枠でよく出てくるんですよ。やっぱり印象に残りやすいっていうのがあるよな。解決です。はい。いやー、まあそう、こんなもんですよ。よし。セプテントリオンみたいな感じですかね。違うさって。違うさ。ちょっと待った。21歳。はい。ちょっと待ってね。続編かどうかは、あ、これ、そっか。セプテントリオンは、まあ横から見た。なんだろう。何の話？何の話？ちょっとよくわからない。今日で21歳。歳ってこれだよね。ああ、こっちだ。じゃあお願いします。機種、ジャンル、時期はんがいるとすれば何歳の時にやったかだな。6歳とか4歳とかだとちょっと信用ならねえんで、かなり信用ならない情報になってくるんで。あ、爆弾。続編、あ、続編ってこれポリゴンのことなのか、これ。嘘でしょ。スーファミで、あ、スーファミに2がないのか。2がポリゴンなの。なんかオーラなくなっちゃったよな。ポリゴンにして失敗したゲームだよな、これ。ドット絵の方がよっぽど見栄えがいいっていう。それ残念ゲーだわ。しょうがねえんだよな。作り慣れてるとか、こなれてる方とかさ。そういう方にやっぱり行かないと。ポリゴン、今ポリゴンやって作んないとしょぼいっていうかさ。これは残念だな。残念続編だね、これ。ちょ、勘違いポリゴンゲーだよ。プレステ時代に結構多いからな、ほんとそういうの。まあ、セガサダンにもないとは言えねえけど。ゲーセンで強烈なゲーム見てたから知りたいけど、見たような画像映して大丈夫かな。おう、てか、プレイしてないゲームは基本的には受けられません。なんでかっていうと、詳細な記憶がもうない、本人にない場合があって、
解決しないことがあるんですよ。これかもしれないけどよくわかりませんって言われておしまいっていうことがすごくあるんで、プレイしてないゲームはそれなりの父親がプレイしてんの後ろでずっと見てたレベルの知識っていうか記憶とか情報が必要ですね。やってない場合で縦集でなんか特徴がないゲーム言われるとちょっと無理かもしれん。ただすごい特殊なゲームだとわかるかもしれない。主人公こんな格好で剣と盾、黄金の城だね。はい、黄金の城。じゃあ見てもらおうか。来たー、 URL 省略。はい、ありがとう。MSX でもいいけどちょっとこの時間帯こうちょっと難しいかな。モンスターメーカーかな。モンスターメーカー、ちょっと待って。いや、ほとんど裸。ほとんど裸の人。おはようございます。はい、おはようございます。黒森さんです。こんな格好、あ、わかった。実写だった。ブランディア？ブランディア、ブランディア。あ、続編ね。ブランディアにそんな裸のやついたっけ？ゴールデンアックス。ゴールデンアックスも裸でこんな格好だったっけ？いや、俺は多分あっちだと思うんだけど、実写じゃない。ピットファイターじゃないか。ラスタン。ラスタンかな。でもこんな、どういう服よ。こんなん出てくるっけ、ゲームまで。なんか、あれじゃない、ソウルキャリバーとかじゃない。ソウルキャリバーのさ、目隠してるやつじゃない。ちょっと待ってね。ラスタンは盾持ってない。あ、そうか。ジャンルは？ジャンル何なんだろうね。いやーダメだ、ソウルキャリバーでググるともうなんかエロいやつしか出ねえよ。あいつなんて言うんだろう。ちょっとキャラを調べて。ベルトフロア、あーベルト全然違った。ジャンル、ベルトフロア、スクロール、かっこファイナルファイト系だな。ゲーセンだね。へぇー、ってことはナックルバッシュ。他の特徴は何？他の特徴、これがこれ以上出ないんだったらちょっと無理かもしれん。ナックルバッシュ、マジックソードとかナイツオブランドとかね、中世、なんか昔の感じなんですか？中世とかの感じなのか現代の、きったね、きったね、現代風なのかすごい過去の感じなのかどうですか。ちょっとこれはきつそうだな。プレイしてない系はちょっときついな。これ夜でフルメンバー揃った時ぐらいじゃないと受けらんないな。はー、あー、じゃああっちか。ちょっと待ってね、うるさいな。ほとんど裸。グレートバトルかな。これかな。ちょっと見てください。じゃあナックルバッシュと間違えてナックル城の基盤を買った思い出。まあ俺好きだけど、ナックル城も好きだけど、基盤を買うほどではない可能性がある。これですか。拳と丸い盾持ってた。拳、剣、剣って剣だよね。盾持ってねえな、これ。はい、75個目になりました。剣とね、丸い盾ってことはカプコンかな。ナイトオブラウンド、え？この時間に放送して初めて見た。マジっすか。昔はやってたけどね。これじゃないんだよね。これじゃないよね。盾持ってねえしな。でもそんな格好のやつじゃねえよ。そんなベルトスクロールでそんな奇抜な格好したやつ出ねえっしょ。これでしょ？だって。これ。これでしょ？もっと露出度高かった。こんなやついる？いないだろう。さすがに。うわ、あ、消えた。露出が激しい。
ラスタンサーガ3か、臭そうだよな。こんな学校のやつ、これが出てくる。これ昨日見たな。これ昨日も見たな。盾持ってねえしな。ナイツオブザラウンドじゃなくてなんだっけ、ドラゴン、違うな。え、すごいかっこ、うん、ちょっと待てよ。あれなんつんだっけ、カプコン、あ、いいや。キングオブドラゴンズか。裸っちゃ裸だよな。うん、そうキングオブドラゴンズの可能性。正義の味方ではなさそうだな、笑。キングオブドラゴンズ、まあ、裸っぽい。あ、魔法使い使っちゃってるか。それはゲームだったのか。いやー、待って、これメンバーがいる、メンバーが。ちょっと違うよな、この人じゃないよね、真ん中の。エロゲでも出てこねえ、ベルスクって言ってるしな。これちょっとあれだな、これ特殊すぎるな、プレイヤーキャラが。ノーミスで見よっか。じゃん、弓矢の人じゃないのこれ、やっぱり。盾持ってねえしな。嘘、敵が駒だった。敵がチェスの駒だったでいいんでしょ。なんだ、バトルトード、あれ裸だな。敵がチェスの駒、なんか見たことあるような気がするな。チェスなの、バトルチェスかな。チェスの駒じゃねえな、あれ人だな。チェスの駒が出てくるとバトルトードぐらいしかわかんないな。なんかあったかな、チェスの駒が襲ってくるような、チェスの駒が襲ってくるベルスク。これこの時間帯きついな。魔界伝説、あー、そこは昔のゲームだもんね、昔の世界観だもんね。魔界ってそんな字なんだ、魔界伝説。ちょっと待って、ベルトスクロール、それはどんなゲームだ。魔境伝説のこと、あ、え、魔境伝説のこと言ってるかな。へぇ、ベルスクじゃない、主人公は裸同然の、なんかちょっとローマの戦士っぽいでしょ。はい、マリオさんいらっしゃい。チェスの駒が敵で出てくるベルスク。ナイツオブラウンドのアイテムがチェスの駒だったような。アイテムほう、ナイツオブザ消しちゃったか。ナイトとホーンっぽい駒。どこだろう。ああ。なるほどね。それ以外の記憶は、主人公はでも見た目あんなんでしょう。見た目あんなんでしょう。もう出せんねえや、これ。ちょっと主人公の見た目がこんなんです。こんな感じで、ベルスク。で、チェスの駒の敵がいたと。で、中世的な、こう、中世というか、まあ、古い感じの世界観。盾と、丸い盾と剣を持っていた主人公らしいんだよね。ちょっとこれさ、キャラが悪いわ。普通の動画がない。次の面の雑魚、普通に敵。おはようござ。うわ、何これ。こんな、ここまで馬呼べた。あー、あったね、そんなの。あったな。ってことはナイツオブザラウンドとか、これ普通魔法使いだとダメなのかね。あ、これ待って、調べた
ら歌舞伎 Z っぽい。嘘。そんな将棋の駒は出てきてもあいつは出てこないんじゃないか。実況って書いてあるな。そしてお前も魔法使いっていうね。違うんだよ違うんだよ。でも裸じゃないよな。わからない。クレリックって、クレリックってお前か。裸どころか皮膚がほぼ見えてない。こいついた、いたな、いたな。やっと主人公、普通の人いたな。これちょっとわかんねえな。オレンジの人がちょっと裸っぽいけど。ありがとうございます。おっと、おっと、チェスの駒？いやー、URL 切れてる。文字数制限。よいしょ。あ、デモかこれ。丸い盾持ったちょっと裸っぽいおっさんが主人公で、駒が出てくるシーンがあるらしいんだけど。へえ。キングオブは違う。あ、そう。違う。もっと変態チックだった。URL 短縮というね、技術がこの今の時代にはあるんです。それを使っていただきたいけど、もう出した。あれ歌舞伎 Z？ あれちょっと待って。誰か歌舞伎 Z って言ってたの、それ。これか。まんまやん。まんまだった。いたな、こんなところに。丸い盾持って。いたな。あれ、歌舞伎 Z って、そっか、進んでいくとなんか変わるんだっけ？そっくりだ。本当に。ねえ。そっくりというか、これだろ。これしかねえだろ、さすがに。ちょっと調べてみようか、動画を。そのまんまだ。いやー、61個目さんが誰なのか、ちょっと小手半をつけていただきたい。ビンゴ。ビンゴ来たなー。これだな。ちょっと待ってね。すごーい。昨日来てくれたらすぐ分かったんだけどなー。昨日の夜なら。歌舞伎 Z 動画見てたし。ちょっと待って。歌舞伎 Z って、で見ていくと、嘘だろ、笑わない。ちょっと待って、あ、ダメだこれ。どこにあるかな。プレイ時間が長いやつがないね。なんかないね。探すか。ちょっと待ってね。おっと。くれた？まずいですよ。もっとやれ。これの7分くらい。ありがとう。あー、そうだった。URL だった。ググっちゃった。歌舞伎 Z って言った人いたよな。ネタだと思ったのに。いや、なんだろう、敵に出てくるのを勘違いしてたのかと。何分？あと1分か。これの7分くらい。すごいすごいすごい。え？どこ行った？4面に来たのか。ははは、なった。なったぞ。おめでとう。今日で21歳さんはいくつの時にプレイしたか。本当だ。本当だ、来た。敵も一緒だ。チェスもちゃんといるぞ。完璧だな。これだな、61個目さん、小手半は?61 個目さん、これ、小手半つけておく。名前残るよ。どうしますか。前の面と世界観は全然違う。そうだね。完璧だったんだね。最初は和風な感じだから。完璧だな、わけで。続きです。歌舞伎 Z。61個目さんは何個目さんになっちゃうんだろう、今度。色塗っときゃよかったな。おはよう。はい、おはようございます。シャマさん、おはよう。へえ、そっか。俺はちょっとここの面まで来たことないから分かんなかったわ。でもこれ見たことはあるからさ。これやりたいわ。これはもうね、ちょっとあれなんですよ。ゲーセンのゲームの中でもかなりカルトな人気のあるゲームで。めったに見ないです。僕が最後に見たのはどこだろう。秋葉とかにあんじゃねえかな。究極所長シューティング。はい。カレーライスさんいらっしゃい。開きこまいさんいらっしゃい。どう読めばいいの。はい、マリオさんいらっしゃい。
さっきの61個目さんはどこなんだろう。パンダの鍋敷さんいらっしゃい。はい、ファンさんもいらっしゃい。なんて卑猥な格好なんだなあ。まあ記憶には残るよね。歌舞伎 Z って意外と探してる人は多いけど、こういうアプローチから一面ってか、まあプレイしてねえからだろうな、自分でな。自分でプレイしてたらこういう感じの印象は持たないと思って、もう膝をついて移動するゲームっていう印象しかない。ね、なんでこんなの、縦はでかいよ意外と。しゃがんでるのに敵と同じぐらいの大きさあるけど。だって不正でんのあれ。画像出したのは自分ですが、最初に歌舞伎 Z って言ってくれた人は誰だろう。誰だったんだろうね。歌舞伎 Z って言ったよね。あ、そうか、画像を出した人とあれは違うのか。やべえ、後で調べるわ。じゃあね、1枠目、出かけてきます。1枠目の人と、はい、行ってらっしゃい。ああ、いや、ありがとう。そんなギリギリのところで依頼受けたのか、お前は。危なかったな。和骨です。はい、そんなわけで解決しました。これ朝は難易度高いかもな。正直言って、この今のメンツの中で一番信頼が置けるのはマリオさんぐらいだ。おつまみのやつ。開きこまい？付け直すか。え？おつまみのやつ？開きこまい？知らんなぁ。一応これ画像保存しようかな。URL 保存しようか。なんでピンつった。俺が一番って相当ですね。わら、おいしいよね、こまい。こまい？キラキこまい？あった。画像の URL コピー、どんどん。これ、え、これ URL じゃねえ。待って、これ画像の URL、 これ JPEG とかじゃないの。やめてー、そういうの。なんか違うやつ。お魚の干物ですよ、こまい。こまい。古い米じゃねえんだ。開きってそういうことか。わかった。ごま、白ごま振ってるやつ。甘い。甘辛くちょっとみりん干しみてえな。開きこまい。開きこまいなのかな。開きこまい。開きこまい。カリッカリのやつ、しっとりしてんのかな。はい、キーさんいらっしゃい。皆さんいらっしゃい。フォーチュンさんもいらっしゃい。さあ、依頼はありますかな。これはまず1枠目の人が答えて、誰だったんだろうね。そんなわけで、ちょっと朝はこんな感じのペースで探していきたいと思います。はい、あります。おえー、嘘でしょ。やべえ、難易度高い人来た。鼻歌か、鼻歌なのか。じゃあキーさんで、クリアしてるし。朝でも依頼あるんですな。ねえ、朝でも依頼はあるもんだね。朝だからこそかもしんない。昔さ、お昼頃には枠取ったらさ、もう俺の知らない世代のゲームがいっぱい来ちゃってさ、カーブノアとか来ちゃってさ、まさかそれカーブノアですかみたいな。あ、ダメだ、これ画面もう見たすね。おっと、はい、もう始まってたぞ。PS1。よかった。これは多分、本当に PS1 だ。カメラ2000。早いね。パックンが出てたやつか。ふぅ、黒森さんもいらっしゃい。黒森さんって、黒森ってあの、色のことだっけ？カーブのは、レベルアップしないから難しかったな。レベルアップしないんだっけ？なんかトルネコっぽいやつだよね、若干。うるさいな、ギャッギャッ。このゲームやったな。MSX なら知りたいのがあるんだ。マジか。MSX はこの時間、夜来てくれれば、この枠やってる夜来てくれればなんとかなるかもしれない。ジャンルは FPS ってことかな？車？うん？自分の目線の？ジャンル、なんだっけあれ。あれなんだっけ。プレス、まあいいや。キングスフィールド、キングザブラッド、メガテンみたいな。メガテン、あー、やっぱキングスフィールドか。なんで俺メガテン、あ、そうか。FPS じゃないな。まあ、FPS っていうことでしょ。自分目線、自分視点。
はコツです。イオン。はい、イオンさんありがとうございます。キングスフィールドを見てもらおう。なんかあれですか、剣で戦ったりするやつですか。剣で化け物と戦うとか。バロックもそうか。ちょっと待ってね。動画を探そう。1、もっさりプレイって書いてあるんだ。どこがもっさりしてるかによるよ、これ。ブリーフがもっさりしてる可能性。はぁ、幽霊とか亡霊みたいなの倒す。潜って。そんなんいる？潜って？そうないと。あー、いや、でも倒すゲームじゃないからな、あれ。潜る？これですか？グモルなら起動とく。シャドウタワー、どっちかだな。自分目線で剣を振ったり、後のデモンズソウル？これじゃない。どこが圧倒的に違います？キングスフィールドじゃない。キーさんはゲーム屋の店員さんもやってた人だから多少ゲームの判別はできるはずだ。幽霊ボール。あ、エコーナイトなのかな、じゃあ。おっと。なんか来たよ、物資が。あ、バロック。バロックって魂集める？あ、これじゃねえや。心臓どこって言ってるよ。どこ見てもらうのがいいんだろう。スティングって今何作ってんだろう。暗いな。移動はこういう感じで合ってんのかな。魂みたいなの集める。なんか魂みたいなのを集める。早いです。隊長さんいらっしゃい。トレーニングどうだい。まあ、こっちに来やがってくださいよ。どうですか、どうですか。キーさんどうですか。移動はこういう視点で合ってます。なるほど。何これ。移動は、うん、作って待ってるからな。これおわぬこん、これじゃないです。移動はこういう視点で合ってます。はい、系統に行こう。こっちにしとこう。じゃあ怖いから。じゃあ入り上がりますかとか言ってるから。バロックでもない。ジーネコさんおはよう。何が圧倒的に違います。何？どうした。集めてる。レベル3に上がった。弾集めてるよ。心臓なんかどこで手に入んの？なんで何が何？バイタリティが 3D 用のやつじゃね。ドクターハウザーは違うか。全然視点が違う。ドクターハウザー、あれはまだバイオハザードに近い。当たったらしいってことはだ。うん、39個目さんだけど小手半がないので、じゃあもうマリオさんかな。魚めっちゃいる。こっち来んな。やめろ。さあ弾集めてるよ。うん、はい、小手半をつけるんだったらお願いします。39個目さんどうなの。グラグラさんいらっしゃい。39は僕です、今猫。え？そうなの？本当なの？じゃあ今猫さんだわ。パチパチパチ。今猫さん、ありがとうございます。なんで時間がかかったんですこれ。キーさん、な、人の感じとかで見てわかんないか。意外と印象に残んないのか。いやー、人気あって続編出たけど、続編っていうかなんだろう、初代以外は全然人気がないよね、なぜか。俺はこっちもサターンで買ったけどよく分かんなかった。コテハンをつけてください。依頼がある方は。コテハンがないと枠またいだ時に分かんなくなっちゃうから。名前変わっちゃうんで。似合いを取ってくれても嬉しいです。似合いのままでもいいけどね。ただ、次来た時にコテハンが消えてるとか言うのはやめてください。そういう人は。似合いを取ってないとコテハンは消えます。忘れてた。依頼お願いします。うん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 、ちょっと待って。あ、イワンさんなのね。イワンさんなのね。バロック。あ、バロックって書いちゃった下に。バロック結局、除外に入ったっていうね。バロックだったな。プレステ2版って視点が違う。そうなんだ。視点が違うんだ。バロックは俺、バロックシンドロームっていうあの、ノベル
ノベルゲーも好き。ノベルゲーの方が好き、むしろ。アーケードでやりまくって、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。準備できてないんで。おはようございます。はい、おはようございます。朝からやったら何か開けるかなと思ったけど、ある意味開けている。誰だ？イワンさんかな？はい。イワンさん、はい。ゲーセン、昔、時期昔。俺にとっての昔は35年前からになりますけど。自分視点です。すみませんでした。はい。ダンジョン内のイメージが。あ、ダンジョン内、これだって最初こんなんよ。ここじゃねえよ。ここじゃないよ。はい。はい、解決後。弾の数あるよね、きっとね。暗いな、ゲームが。これ何？ああ、これか。これでいいや。自分視点、ジャンルというか、ジャンル9ボタンだった気がします。9個ボタンがあるゲーセンのゲーム。 9ボタン、スト2より3つ多いぞ。そんなゲームあんのかな。ボタンめっちゃ多いな。ああ。あマージャンだったらもっと多いな。Q ボタンって何？ Q？ オセロ、ワニかサメだかを倒すゲーム。The First Funky Fighter。はあ。モグラ叩き系ってこと？ワニだかサメを倒すゲーム。The First？カタカナで書いたら答え出んのかな。グロかった記憶が。グロい ?Q ボタン書くと、ほう。これだ。まさに、G ニコさんが言ったやつだ。答え。見てください。ワニとサメ出てるんだよね。残念ながら非常に非常に残念なことにワニとサメ出ちゃってんだよ。もうこれ完全でしょ。わらわら。際持ってんのかよ。さすげえ、やらせてくれ。あー、Q ボタンって、そうか、もうあれだな、完全モグラ叩きだ。あ、これです。はい、基盤持ってんのこれの、なんで？ねえ、Q ボタンも専用の立ちながらプレイする筐体。うん、これはちょっとな、俺なんか見たことはあるけどやったことねえかも。この絵まんまだよ。なあ、G ネコさんが名前が刻まれたぞ。ほんとだよ。なんでこんなバタくせえな。パンチで立ち向かうってなんだよ。これめちゃ面白かったです。すげえ、見たことしかないよ、これ。やったことないわ。俺見たことしかないわ、逆に。やってないわ、なんか別に。でも今見るとすげえ面白そうだけど、これ基盤買ったところで遊べるの、これ。そんなコンパネ持ってねえぞ。6ボタン、いや、6ボタンだな。はい、おはようございます。いやついてますよ。ああ、なるほどね。やだな、日本語は不自由な方の依頼を受ける。うろ覚えはどこまでかによるね。うろ覚えのあれが、レベルが。一応イオンさん聞いてみたいけど。なるほど、じゃあちょっと見てたらわかるかな。こうワニか。とりあえず連打ゲーなのかな、これ。やべ、背中痛い。そうだな、どうしよう。イオンさんパソコンだったら無理かもしれない。うん、ね、ただちょっと地味だよね、じゃ画面がちっちゃいと。引き裂いた？引き裂いた？これか。うん。どうしよっかな。ちょっと、うろ覚えにもレベルがあるからな。お前、それでどうやって探せって言うんだよっていう。わかった。じゃあ、サンリオタイムネットかな。嘘、見てなかった。しっかりよ。ごめん、もう一回見てくれ。俺のために。
じゃあ見えて、見てない、見てない、なんでそんな早いの引き裂くの。口以前に、お、なんか顎んとこアッパーしすぎる。おはようございます。ひどい、ひどい、こいつ何者なんだよ。動物虐待。まあ正当防衛になるのかな。あー、ゲームボーイでだったら、まあちょっと探すか。じゃあどういうことだよこれ。ゲーセンのゲームとか無理だろ、なんか失敗してるし。これなんだっけ、なんてゲームだっけ。ファンキー、ザ・ファースト・ファンキー・ファイター、日本な、中日本っていう、ちょっと待って、93年、もうスーファミ後期だな。漫画娯楽っぽいゲームだな。はい、イワンさんが探してたのはザ・ファイ・ファースト・ファンキー・ファイターでした。これは基盤を持ってる人が、世の中にはジーネコさんという方がいるんで、やらしてほしい場合は交渉してください、ご本人とね。はい、ただまあ見ただけでどんなゲームかわかるっていうね、それはいいことなのか悪いことなのか。はい、うん、じゃあやるか、イオンさん、他にいないし。ゲームボーイ、ポケモンのパクリ、どんな、どういう感じですか、パクリみたいなゲーム、パクリ風。サンリオタイムネット、もしくはてか、まあ一般だよな、ポケモンの。デジモン進化をする、デジモンかしら。クロスハンター、そうそう、クロスハンターね。クロスハンター。コテハンつけてもいい方はぜひコテハンをつけてください。この枠は答えが、解決した方の名前が残るんで、その時答え、あの、コテハンがないとすごい大変、大変寂しくなります。いや、久々じゃねえよ。昨日も一昨日もやってるわ。一昨日もやってねえかもしんない。最近すごく詰めてやってます。うん。あの、新しく入ってくれた方が多いんで。面白そうだな。絶対許さない。3つ買った、まさか。いやいや、ついてるから誰だか分からんけど。151個目さんいらっしゃい。デジモンでもサンリオでもないです。はい、デジモンさん、サンリオでもない。デジ、じゃああれじゃん、デビチルじゃね。ポケモンのパクリ系って言ったらもうグーッとだけでボンボン出てるよね。月のマン、どうやって集めるの。ドラゴンクエストモンスター、月間みつるさんから、ありがとうございます。クロスハンターの方、ありがとうございます。クロスハンターがポロって出るような人はこの枠にいてほしい。ポケモンのパクリゲー、ドキューン、ドキューンじゃない、ドラクエモンスターズ、ドキューンじゃねえよ。それドラクエないんだ、どっちかっつって。進化しない、進化するか。おっと、なんか来た、オメガジャンプルさん。合成で進化とも言えるけどね。まさかレース、ドラクエ違います、知らないキャラばっかりでした。ドラクエモンスターズではないと。トレジャーガウスと、トレジャー、ちょっと待ってね、 DQ、 じゃあポケモンっぽいね。デビキルかな。でも戦闘がレースだから、これグランボ、グランボ、アドバンスいっちゃう。ゲームボーイって何、白黒ゲームボーイのことなの、それともアドバンスも含むの。まさか。またグランボ？モンスタータクティクスとかだっけ？デビチュリ見てもらおうか、じゃあ。これ持ってる。おう。ロボットポンコツ？あー、はいはいはい。動画。アーカイブは出てんだ。これは違います。違います、モンスターレース。戦闘画面は1対1でポケモンのまんまパクリです。テレファング。テレファング。いいタイトル出たな。進化。対戦。うるさいな。いや、ちっちゃい、ね。1対1だったらこれも一応除外はされないはずだ。1対1じゃねえ。これ普通の RPG なんだっけ？あれ。違った。合ってるっぽい。まだいける？こんなゲームですか。ボンボンが押したタイトルばっか出るな。まあしょうがないんじゃない、終わっちゃったよ。ちょっと肝心なゲーム画面出てねえじゃねえか、お前。何してくれてんだ。白黒だった気が。え？え？白黒だった。白黒だったらこれでもいい。これ、これ一応白黒でもできないっけ？できないかもしれないな。ちょっと待ってよ。ロボットポンコツとかは？うん。は、ちょっと待って。
缶詰モンスター。ああ、おい、缶詰、そっか、ちょっと待って、あの URL くれ、 URL くれ、その動画の。あー、これはあれだな、白黒ないわ、デビチルは白黒ねえな、ちょっと色数がおかしい。ハットプス、わらわら様子でこのアトクハ V8 アイブマイナス TRPO。 これも一応まあ白黒でも遊べますよね。これは黒カセットとかぐらいでしょ。育成要素、1対1の戦い、まあ、ポケモン画面構成まで似てると言われるとちょっと違うのかな。これはフレーム数が低い、ね、どうですか、白黒だった気がすると、うん、でレイヤーズが消えかかっている、イオンさんの。ちょっと寒いし、部屋が。違いますね。違う。缶詰。缶詰は、あ、待て。ジェムジェムモンスター。久々聞いたな。モンスターファームってこの頃ありましたっけ？あると思います。うん。まさかメダロットじゃないよね。メダロ、ロボットっぽかったですか？生命体、生物っぽかったですか？しないけど画面そっ、ああ、まあな、まあな、進化しねえしな。へえ、ジェムジェムモンスター喉いて、サソリみたいなやついた気が、今エロシギンぽかった。エロシギン、なんで明日日間違ってんだろう。キットが99年作ってるとなると、ちょっと白黒で遊べる気がしないな。高気圧ボーイ、そうなの、似てんの。曲いいな。サンリオタイムネット、サンリオではないらしいです。てか、あ、それはあれか、調べて言う、片っ端から言ってるだけか、パクリゲーっつって。それはあかん、それはあかんぞ、ちゃんとこの今出てるこれをちゃんとこれ踏まえてください、せめて。今見てるやつは違うんだよね。これカラー専用っぽいけどな、見た目は。特徴があれば違う、ジェムジェムモンスターは違うと。戦闘は普通にポケモンチックで、もうほんとパクリみたいな。おっと、なんか来たよ、画像かな、いや短縮か。どんなモンスターが出たか覚えてますか。これってサンリオタイムネット、あ、違う、なんだっけこれ、なんか少年のパッケージのやつ。こんな敵いました。これ戦ってんの？モンスターメーカーみたいなのは出てなかったのかな？モンスターメーカーみたいなの。すごいな、敵がちゃんと動くな。いやー、今出てる左の画像は違います？クロノラさんいらっしゃい。サソリみたいなやつ。モンスターメーカーゲームボーイ版ありますね。違いますね。でもサソリってモンスターメーカーって出てんのかな。あれ。画像はビストロレシピです。はあ、それだ。少年のやつだよね、なんかね。ビストロレシピ違う。すげえな。調べてるとほぼポケモンデーが多い。いやポケモン、いやヒットしたゲームの真似したゲームが出るのはもうしょうがないです。昔からそういうこと、そういうもんです。はい、ポケモンみたいな歩くってことね。そうね、ちょっとこれやってねえんじゃねえかレベルで特徴が出てこないけど、どうしたんだろう。どうしちゃったんだろう、この感じ不安です。ゲームボーイはあまりソフト持ってないので苦手ジャンル。モンスターメカゲームボーイ、普通の RPG やで、自キャラはポケモンみたいな姿なんです。
ポケモンはゲームボーイ衰退期の救世主だからね。そうだよ、もう死んだって認定、死亡認定されてからの復活だもんね、ポケモンのおかげで。ポケモンなかったらもう完全死んでたよ、あれ。ファミ通のあの、なんかカレンダーからほぼ消えてたもんね。もう一生出ねえだろってゲームばかりがこう並んでおしまいみたいな。自分が背中、敵がこっち向いてるポケモン、まんまポケモン的な画面構成だったっていうのが、こと？ポケモン作り出しゲームボーイ初期らしいけど。あ、そうなんだ。はどんなキャラ？戦闘画面の字キャラは後ろ姿です。もう完全に一緒なんだ。ポケモンの、なんかでも絶対あんだよってゲームだよね。それポケモンじゃね？ポケモン。ポケモンじゃね？いや、なんだっけ。じゃあマジで鬼太郎じゃね？鬼太郎ってファミコンのこと言ってんのかな？進化。主人公喋る？ポケモンじゃ。ポケモンだとしたらなんと勘違いしてんだよな、逆に。ゲームボーイ。ゲームボーイ？ああ、ゲームボーイの鬼太郎か。海賊版、震え声。うん。あと何度も視聴したい人がいる場合は、ぜひ URL、動画の URL をください。何度言われてもコメントでただ言うだけではよくわからん。拾わない可能性が高い。そして、動画がない。超魔神英雄伝渡るマゼッコモンスターか。マゼッコモンスターってそんなに似てんのか。教授ってどんなでした？ね。恐竜の卵孵化させるゲームあったよね。白黒だとファミコンワンチャン。いやー、ファミコンは白黒ではない。あ、これだな。これ、鬼太郎だな、これ。鬼太郎を知らない世代来たか、ついに。鬼太郎を認識せずにやってる世代が。薄の方がワンチャンありそうな気がする、白黒。どうですか、これ。構成的にはかなり近い。初見。はい、初見さんいらっしゃい。いやー、鬼太郎。進化はレベルででした。はい。とかはなかった。なるほど。うわ、ポケモンだ。こりゃポケモン。わら。どうですか。イオンさんどうですか。これは。これ以上に似てるゲームってあんのかな、逆に。ポケモンに似たゲーム。ポケモン。ポケモンじゃない。確かに似てる。まあモンスターっちゃモンスターだけど。こんなのあったんだな。わら。ポケモン。さあどうだ。イオンさんの冷圧が薄れかかってるぞ。他の人の方がよっぽど反応がいいぞ。なんか見たことあるモンスターが出ないとわかんねえとかそういうことか。ポケモンじゃ、ポケモンそっくり、わら、違うかもって。違うかも。何が違う？あんな構成じゃない、画面構成じゃない。海めっちゃ渡ってるけど。てかポケモンじゃねえかよ。ポケモンパクリ説。はい、おはようございます。月曜日さんおはようございます。ポケモン、てかもうこれポケモンだろね。何が違います？もう家ポケモンや。おいポケモンやんか。建物がポケモンなんだけど。あれ、これはやばいね。これポケモン、ポケモンだろこれ。これはポケモンでしょ。サトシいるじゃん。違うの？これポケモンじゃないの？あれ？あと何秒？ 21 秒。おいおい、ちょっとこれ、これだろう。主人公、おい、次枠で嘘でしょ。鬼太郎って最初に言った人探そうじゃ。次枠の前に。グラグラさんかな。へぇー。ここまで似てて、ここまで似てたらもうポケモンってかこれだろ探してたけど、これに違いないだろ。ワコキのやつ。はい、いらっしゃい。ワコです。はい、ワンコそばさん、今猫さん、ひらきこまいさん、いらっしゃい。まさかのサソリ一旦もねん。サソリだよね。そうよね、サソリみたいな、いたような気がする。サソリじゃない、雲だよね。いや、出かけませんよ。
やってた当時は鬼太郎の存在は出かける予定がなくなっちゃったから今日。違うかも、和骨です。デートの約束がなくなった。はい、和骨鬼太郎の存在知ってるはず。いや、そういうのやめてそういうのやめて、そういうのはやめてくれ。そういうんじゃないから、自分の記憶をこう過信しすぎないでください。じゃあ最初から見ようか。ここまでポケモンに似てたらもうこれだろ。サソリみたいなやつ。いや、想定以上にポケモンです。いや、これ以上のポケモンゲーはない、ポケモンパクリゲーはないんじゃないか。ありがとうございます。わこ、これでも違うならもうどっかの国のパクリゲーか下手にカモを語尾につけすぎると混乱するからやめてね。いや、だってガノタの人がガンダムのゲーム昔やったのを、あれは絶対ガンダムじゃないって、俺ガンダムすげえ好きだから絶対ガンダムではないって言ってて、かい、いやでもあれ、その話だけ聞いてると絶対ガンダムだろうって、じゃあ見ろよって見たら、あ、ごめんなさい、ガンダムでしたっていう人がいたレベルだから。今と昔と一緒にしないでください。いや、わからんよ。なんかこれだっていうの欲しいんだよ、俺たちは。このゲームですっていうのが欲しいの。でも本当に違うんだったら違うゲームかもしんないから。グランボそんな似てんの？白黒だったらしいんだよな。昆虫ファイターズは？昆虫ファイターズ、サソリいるしな。昆虫ファイターズは似てるの？そんなに。ポケモンそっくり？画面構成とか。いや、だって家のあれとかも一緒だろ。そりゃそうだ。ね、サソリみたいなやつって何の？何と間違ってんの？もし本当だとしたら。はい。あ、依頼。お？本当？テレファングって見てないか。見てないな。よし、テレファング見てみよう。うん、わからん、まだ可能性があるらしいんで。いや、はい、影帽子さんでいいのかな。まだテレファング2が怪しいらしいから。これにがあるみたいだけど、それはどうだろう。それファミコン版じゃねえ、まさか。違う、本当にこれの2があんの？悪質だぞ。デレファングはこれなんだ、あの白黒っていうあれが入らないな。これゲームアドバンスでしょ。さすがに違うんじゃないか。イオンさん的には鬼太郎であるはずがないから違いますって感じ。鬼太郎なはずがないってこと。画面はめっちゃ似てるけど、鬼太郎なはずねえよ、俺当時鬼太郎のことだったら分かってるはずだよみたいな。それだったら、あ、いた、サソリみたいなやつ。ちょっと違うかな。どう？こんなすぐ出てくると思わなかった。アドバンスはちょっと除外していいような気がする。まさか。まさかの？そうですね。鬼太郎のはずがない。でも鬼太郎らしさあんまないよな。レインボーとかいうの売ってて買ったら中身がテレファングだったって友達いたな。へえ。サソリって月雲じゃねえか。そうな。でもまあ違うはずだと言ってるよね。何なんだろう、じゃあ。どう違います？こんなにポケモンチックなのに、こんなにマップパーツがポケモンまんまなのに、ほら家とかポケモンやんか。これ人がポケモンだもんな。 URL 省略なんかある、何か来ちゃう。ゲーム創作って携帯のアプリゲーとかOKなんですかね。アプリ無理です。それはググってください。相当有名なもの以外は無理です。アプリとかフリーゲー系はな。画面の切り替え方もポケモンだよね。てるるるる、そうね。笑、こっちは方法で特徴的なやつとかは、ちょっと待ってよ。妖怪は出なかったはずです。妖怪は出なかった。どんな感じの敵がいました、サソリ以外。声が早い。はい、17個目さんが何か触れた。あ、 BGM 集は大丈夫これ。曲でわかるのかな、映像多少出んのかな。女の子キャラとかいた。
ただ虫というのが若干あれだね。もしかしたらあり得る可能性。こんな感じ？妖怪は出なかったはず。アドバンスではない。ここまで作りは凝ってなかったです。うわ、ブリーダーはライバルと会社。ギノブリーダー、怖いな。お金の単位とか覚えてます。いいね、いいとこ来るね。3期のエンディング最後に出てたあれか。出なかったものあげるより出てるものが知りたい。メスなんて青くなってんの。出なかったもの、出てるもの、どういうこと。ネスなんで青くなってんの。ん、そうだ、キタロウではないらしい。ポケモンの劣化版でサンリオタイムネットというのがググったら出たきた。ここにサンリオが入ってますね、すでに。少年の目、やばい。まずいよ。恐竜は出てくんのかな。うそ、戦う。ポケモンっぽくないよ、戦いが。見つかりません。動物とか生物系のキャラが多かったです。動物とか生物系のキャラが多かった。ここまでゲームが限られてて見つかんないってのもなかなかのもんだな。ワンダースワンとかそっちじゃないもんな。他になんかあったか、ポケモンっぽいゲーム。これ確かポケモンと同時期に出てた気がするから、あげてみた。あげてみた。URL 省略黒い84。はい、ギノブリーダーの話かな。ギノブリーダーはって書いてほしい、そういう時は。ちょっと間がすごく空いた場合とか。よし、ポケモンのカードゲームのやつとか。あー、でもあれはスピードは、あれが違うもんな。キャラに固有の名前とかないのかな。ねえ、なんか覚えてる名前とかねえのかな。妖怪のせいなのね。モンスターレースは戦闘システム違うもんね。全然違うもんね。背中が見えてるとかそういうんじゃない。モンスターレース系だな。アニマルブリーダー。育成っていうのがちょっとどこまでのもんなんだろうな。アニマルブリーダー違うんじゃないか、さすがに。ここまで来てちょっと全部見てもらってないやつ見てもらおうか。でも違うよな、ただの RPG のものもあるし。モンスターの技とかは？なんか固有のなんかないの？とか何歳の時やってたのこれ。これ何歳の時にやってたかによってかなり鬼太郎率高いけど。かなり鬼太郎になる可能性があるけど。動画見てないっすか？見てないような気がするな。見てね、見てみようか。あ、いや、テレファングは。アドバンスだから、まあ見てもらおうかも。わかんねえから。あれ？アドバンスじゃない。ワンはテレ、あれなのか。違う？ワンに関してはあれか。ワンに関しては、ゲームボーイなんだ。さっき2って言われた。小学4年6年くらいですね。今は23歳。これはこれは？あ、小学校4、6だったらわかるか。こんな画面出てきました。PHS みたいな。戦闘とか見てもらった方がいい。人間は電獣界に旅立つことができるのです。なんと素晴らしい。なんか生物系の敵。携帯振る、わら携帯。あー、まあなんかポケモンっぽいね。その時発売したゲーム、これじゃね。とも中古、変なアンテナみたいなのつけるんだよね、これ。あったね。あとなんか指に何かつけるゲームとかなかった。さあどうだ。今はこれぐらいしか使うものがないんで。で、消しの電話番号を設定しました。お願いします。これっぽい。おお、何を見ればわかるの。電柱によって、終わります。周辺機器って無駄かもしれないけどロマンあるよね。そうね。ほとんど成功しねえけどな。やってます。そうね、あるよね。あれよく誤報出るよね。モンステラ。何を見れば思い出すんだろう。サソリっぽいの声、わら。
サソリっぽいやつ来るかな。こいつちょっとサソリ違うな。そんな洗脳はない。サソリ。うわ、リザードンみたいな来た。サソリさえ出るやな。おいおいおい。ねじろ。空飛ぶじゃねえか、僕もよ。虫かカセットいっぱい持ってるの。うん、カセットブリーダーとかかな。6300本ぐらい持ってるよ。いやー、ちょっと待って。なんせこの手の敵数多いからな。そうなんだよな。うわ、これ見てもわかんないかな。サソリ以外にも思い出してよ。小学校4年だったらいけるだろ。アドバンスのちっちゃいエイリアンの謎アタッチメントあったね。光集めるやつだっけ。アドバンスか。ゲームボーイだけで、ゲームボーイだけで、あ、ごめん、ゲームボーイだけではない。ゲームボーイだけだと何個あんだろうね。ちょっとわからない。わからないぐらい持ってる。おはよう。はい、またさん、おはよう。肝心なところが足りねー。これが、わからん。これ見てわかんなかったら、サソリ見てもわかんなくね。そんなに人の記憶ってなくなるかな。俺は必要以上に記憶力がいいからわかんない。連れ歩きとかはしてない気がする。え、あ、お、お、やべ、1に戻った。10歳の記憶なんてそんなに当てにならないものよ。なんないよな。こんなん、こんなん。テレファング2だったら殴るよ。殴るよ。だからアドバンスだし。テレファング自体が、ちょっと待ってね。淡いな、淡い、わら。ね、淡いね。テレファング自体は、ただ小学4年生6年生は幼児期と言っていいの。幼稚園は卒業してるよ。嘘、嘘でしょ。え、テレファングは教養、あの白黒でも遊べます。白黒でも遊べるし、そうじゃなくても遊べる。カラーでも。育てゲーの歴史的なウェブサイトないかな。歴史、なるほどね。この戦いだけかーい。この戦いだけかーい。名前だけ忘れちゃうことはあるけど、ゲームの記憶は割と鮮明なんだよな。俺はもうゲーセンで1回しか遊んでねえとかいっぱいあるからさ。ないな、これ以上。サソリが出なきゃわかんないの。サソリ、テレファング、サソリない。そんなピンポイントの画像がない。いや、でも決定的なのがないんでしょう。小4小6の記憶ってそんなもんか。でもクラスの、クラスメートの名前とかメンバーとかわかんないって人いるからな、小学校の時はな。ロボコンは対戦かポケモンっぽくない。ロポポン、ロポポン、ちょっと待って、こんな場所で負けてたまに。生物的な感じじゃないね。ポケモンだな。基本的にもうポケモン以降はポケモンなんだな。ちょっと違うなこれ。はい、これなんで64番とか出たんだろうね。これは違いますね。じゃあテレファングかな。これどっちかというとメダロット系やね。結構面白かったよロボポン。あ、結構出たもんねシリーズがね。同じ自然連中でも、この人の動画もないのこれ。パート1以降探してみよう。実はポケモンと記憶がごっちゃになってたりはしませんか。見つけたぞ。何よ、サソリ、サソリベーダー出た。ちょっと待って、うわ、URL 送れ。テレファングでサソリと似たようなやつ。どこに、どこに、どこにある。 URL を早く。そういう状況じゃないの。進化はあるのこれ。進化はあるんじゃない。ポケモンのパクリっぽいし。わしが迷惑でテレファング言うたんやが。ああそうなの。コテハンついてないから無視しますよ。コテハンをつけないんだったら悔し泣きしてください。泣き寝入りをお願いします。
基本的に固定班がない人は残りませんね。いや、イヤヨン、はい。じゃあなんだ。テレファングは結局、言っただけじゃ基本的に見ないんで、なんか押しをください。URL をくれたりとか。これどこ？これのどこ？これのどこ？何秒のとこ？何分何秒？終わってる終わってる終わってる。8分あたり、8分あたり結構長いよこれ。8分過ぎちゃったけど大丈夫？あたりってもっと前。なんでさ、こんな最後の方までプレイしてサソリしか覚えてねえんだよ。もしこれだったらな。いない、サソリがもういない。もっと前か。サソリ？左のやつ？サソリ強くて、トラウマだったのか。はあ。なんだろう。8分頃ってもっと正確な時間をくれ。そんなに長々見られない。どこなんだろう。戦ってる様子がないな。9分まで行っちゃったよ。今ついてきてるやつのことなのかな。これはサソリじゃねえだろ、さすがに。これはサソリではねえだろ。サソリっていうより A だな、わら。サソリではないよ。まさか今のやつのこと言ってたの？ありがとう。カニ？ちょっと待ってね。7分30秒？全然8分じゃねえじゃないか。サソリっぽい。サソリは知らない。知らないよな、わら。この馬なんだよ。30秒、ここら辺だ。あ、サソリっぽいやつだ。はぁ、一瞬。ちょっと待って。カニやん、わら。一瞬だな。カニ。これはカニだけど、今右の動画の方でなんかサソリっぽいの出たな。カニ。サソリ？どう？これどう？どう？カニとサソリ。どうなんや。これっぽいな、わら。おい、イオン、どうなんだい。どうなんだ。サソリもどきやん。ちょっと待って。こっち、あれこっちか。これは完全にサソリですわ。言っちゃなんですが、もっとかっこよかったはずです。サソリだ。スコーピル。スコーピルの進化版なのかな？お前もスコーピルと見える。確かに、スコーピル。進化。テレファング。そんなもん出てるかな？スコービルだし、これ。ビルじゃねえよ。スコーピルだよ。スコピル、で、全然出ない。これはもう記憶違いのような気が。画像が5つしか出ない。Google 検索ってあんの。マジかー。スコービルって言ってるな。これでもピルって書いてあるぞ。あ、そう。じゃあもう進化後これ。スコーピル。すげえんだけど、音が。スコーピル。いねえ、そんなやつ。ネット上にいねえ。スコービルって言われたら今度は。どっちやねん。あかん。いない。もうゲームボーイって何？絶望的にポケモン、まだ倍ぐらいあるわけ。ポケモンっぽいゲームって。サソリー。サソリしか覚えてねえ段階でもうアウトだろ、これ。だってさ。こんなにキャラいて、サソリしか覚えてないんでしょ。それはちょっと、これだとしてもアウトでしょ、これ。かなり。もうねえし、これ以上、この人は。思い出は美化されるのか、さらなる進化があるのか。いやー、でも48レベルって書いてあったぜ。もはやこれの攻略本を探すしかわら。テレファングで覚えて、携帯電柱テレファングで覚えてないんだったら違う可能性もあるな。モンス？え？
ポケモンっぽいしな。いやーポケモンっぽいしな。後ろをついてきたっていうのがないっていう人は引き連れるのかな。なんだろうね。スペースハンターだっけ。キングピンだって。キングピン、嘘、何が、何、どれ、誰誰、知らん。ググって画像持ってこいや。キングピンのなんだよ、テレファング、ん、ん、誰が言ってんの。あ、進化するとキングピン、はいはい、そっちか。どっちみち画像がねえっていう。画像なかった。画像、でも画像ねえんかい。これとかマゼッコモンスターって戦闘どんな感じなんだろう。一応買ったは買ったけどやってねえな。昨日だっけこれ、一昨日ぐらいも出たの。ちょっと待って、何の動画じゃこれ。え、何の動画これ。曲かそれあかん。よし、しょうがない、自分で探すわ。渡るのやつか。キングピンというとスパイダーマンのマフィアのボスしか思い浮かばねえ。そうだな、全然画像出てこないわ、ほんと。ね、生物系、これ育成要素強いし、もう卑弥呼見て思い出したよ。おはようございます。ふーん。もうちょっとなんか他の記憶ない。他の記憶、まあいいわ。もうわからんよな、正直。これ以上。やはり受けるんじゃなかった。記憶が曖昧なやつは。危険だわ。可愛い系なのかな。スコビルよりかっこいいサソリが出てくるゲームに見えんぞ。確かに。あ、そうか。すごい。はい、いらっしゃい。すいません。もっとかっこよかったはず。画像出てきたけど。画像出てきたって。いや、ありが、あり、諦めんなよ、まだ。諦めんな、まだ。テレファンズ画像出ないしょぼん。メーカーか講談社に問い合わせるしかない。テリー。キングピンどれか。ポケモンの、ポケモンの、ポケモンじゃ、ドラクエモンスターズのサソリとかないよね、大サソリとか。かっこいいサソリなんてもうテリワンのサソリアーマーくらいだわ。サソリアーマーかもしんないな。ちょっと海外のも見てみるわ。でも誰か見つかったって言ってる人がいるんだけどさ。ブリダー系の除外、海外サイトだけど。あ、いいよいいよ。URL 省略。さあ、これが最後の望みの可能性があるぞ。誰？ないよ。どこにあんの？画像の URL だけくれたらいいけど。右に画像が。俺の見てる画像にあるか、それが。画像、右クリで画像 URL コピーってやってください。あ、ダウンロードしないかわかんないの？違うやん。変な兄ちゃんの画像がダウンロードされたよ。どこだよ。どこだよ。全然ないぞ、右に画像なんて中に。あー、どうなんだろうね。そういうのも聞いた方がいいのかな。もうちょっとない記憶。6、どれだろう。俺の方に出てる画像はそんなんないよ。こんなんだよ。短縮する、笑い。こんなん、こんなん。URL 途中で切れてね。おい、なんだよ。ちょっと待って。またか、もうダメじゃねえか。なんでさ、これ短縮もできないの。頼むよ。おい、ないよ、短縮も何も。足したってないよ。足したって怒られたよ。うっぷすって言われたわ。ほら、ないって言われたよ。404って言われてるよ。ふぅ。なんでこれこんななってんの今。これか。ありがとう。できるんじゃん。でも見てみるとすごくテレファンズっぽいです。キングピンって単語見た覚えがある。
サソリってどれ？ちょっと待って。ミックしてけば出てくると思う。サソリどれ？これの中のどれ？サソリ。左下のやつ？キングピンって単語覚えがある？サソリ？サソリどれ？あ、これか。これ？さっきのやつっぽいけどね。こいつらは知らない。本当にサソリしか覚えてない。ねえ、なんでサソリしか覚えてないのか、本当に説明してほしいわ。そんなことある？サソリしか覚えてないって。サソリベーダーぐらいやったらわかるけど。どういうことなんでしょうか、これは。足すなの、これ。よう、やったわ、こんな。サソリいないよ。どれのことなの、サソリって。カニ。あ、さっきのやつはこれな。やっぱこれか。あ、違う。あ、これじゃねえ。いなくなった。どこ行った？どこ行った？ちょっと待って、どこ行った？いなくなった。あれ、さっきサソリみたいのいたのに。これ見るとポケモンのデザインってよくできてるんだなと思う。そうな。結構リアル寄りのデザインなんだな。これはまあ多分そういう人が書いたんでしょ、きっと。あ、これか。これか。URL 省略。へえ、なんか来た。どうい。Do it。どうした。まさかな。お、お、お、お。どうした。どうした。これ違うんじゃない？これ？ポケモンはほんとすごいと実感させられる。ポケモンはすごいよ。この左上が白黒なら記憶通りかも。あ、今のやつ？これね。これはもうカラフルに書いちゃってるから違うけどさ。これね。本当に？本当に？本当に？あんま変わんない気すんだけど。こいつと、こいつと、ドイツだ。どこ行っちゃった？あ、これか。これと。いやー、テレファングかな、じゃあ。でもなんでサソリしか覚えてないんだろう。サソリしか覚えてないってなんだよ、マジで。だったら、ピカチュウとかさ、最初から持ってる仲間とか覚えてるはずだよな、さすがに。だって、進化後でしょ、あれ。どういうことなの？人の記憶ってどうなってんの？マジで。中古200円ぐらいだから買って確かめてみては。そうだね。でも仲間引き連れした記憶ないとかいうことも言ってるしさ。サソリより今映ってる絵みたいなやつの方がインパクトあるよね。テレファング弟。弟持ってた。いやー、もうちょっと記憶に残ると思うんだけど。普通に覚えてないの。ね、そうだよね。まさか見ただけ説。まあ、やってないのかな。やってないのこれ。あの、イオンさん白状していただきたいんだけど、やった本当に。やったプレイした。プレイした、ちゃんと。タイトル画面だけ、タイトル画面見てわかんない。やったよ。やったか。やったか。でもさ、スピードバージョンって書いてあるよ、これ。スピードバージョンじゃない方が、ってことかな。スピードバージョンとまたなんか違う。そんなに記憶って残んないもんかね。オツです。お疲れ様でした。いやー、ちょっと次枠だな。はい、お疲れ様でした。もうテレファングでいいんじゃね？解決で。もうここまでわかんないと、ちょっともう、怪しすぎるもんだって。